ミックスメタル持ってきてくれた人います。ミックスメタルで、今から選別して、これくれるっていう話だけど申し訳ないので、今から選別します。すごっ。ヒートチェックですね。うわぁ、ヒートシップと思った基板。すごっ。鉄枠ついてるな、ちょっと。これバラしてくるか。22.16 だから20キロ。よし、電線1キロ。基板も1キロ。よし、ミックスメタル預かり買取やってます。っていうのは日中あんま忙しくてなかなかいない時とかあるので、置いてってもらえれば後からじわじわじわと分別選別して重量出すんですけど、まあ多少は俺の小遣いになっちゃいますよね、雑品とかは。今回基板も小遣いにしちゃいました。1キロ。だから、この前持ってきた電線4キロと、今回電線1キロ、あとアルミ20キロで、それは買い取りになります。適当すぎますかね。まあ、そんなもんでいいんじゃないですかね。数百円は小遣いになっちゃうって感じで。分別量。で、あとは重量で買い取りみたいな感じでやってますので、ミックスごちゃごちゃになってるやつあればよろしくお願いします。分別が大変だっていう時。はい、以上。